エリーザベト・フランドリカ・ファン・ナッサウは、オラニエコー・ウィレム・一世の娘で、ブイオン公爵、アン・リ・ドラ、トゥール・ドーベルニュの2番目の妻、トゥレンヌ大元帥の母親である。ホラント州その他の総督を務めるウィレム・一世と、その3番目の妻で、モンパン・シエコー、ルイ三世の娘であるシャルロット・ド・グルボンの間の6人の娘たちのうちの次女として生まれた。 母が1582年に創生し、父が1584年に暗殺された後は、姉妹と共に、ママ母のルイーズとコリニーに養育された。1594年、妹のシャルロッテ・ブラバンティナと共に、ユグノーのフランス人上級貴族とのお見合いのため、パリを訪れた。フランス王アンリ4世が、カトリックに改宗して以後、多くのユグノー貴族たちは外国に同盟者を、 求めるようになっていたのである。1595年4月15日に、デンハーグにおいて、ブイヨン公爵アンリと結婚した。夫は、フランスとフランドルの国境地帯にある、小国家スダン公国の統治者でもあった。3年後の1598年、妹、シャルロッテ・ブラバンティナが、エリーザベトの夫の重邸である、ドゥアール公爵、クロード・ドラ・トレモイユに嫁いだ。 ウイロン公爵夫妻には20歳以上の年齢差があったが、夫婦仲は良好だった。夫妻は結婚後、公爵家の本拠であるスダンに引っ越した。公爵夫人はスダン宮廷で趣味の音楽活動に没頭して過ごした。エリーザベとは姉妹たちと深い絆で結ばれており、彼女たちの間では多くの往復書簡が交わされた。妹。 シャルロッテ・ブラバンティナは1604年に未亡人となるとスダンに身を寄せた。オいのプファルツ選帝公、フリードリヒゴセイや、その義弟のブランデンブルク選帝公、ゲオルク・ビルヘルムもスダン宮廷に預けられて青年期を過ごした。夫が1623年に死去すると、1626年に長男が成人するまでエリーザベトがスダン公国の摂政を務めた。 エリーザベトの折衝の下カトリックへの傾斜を深めるフランスを逃れたユグノーの大多数がスダン公国に避難場所を求め、スダンはフランス語圏におけるプロテスタント文化の中心地に成長した。しかし、長男で後継者のフレデリック・モーリスがカトリック・信徒と結婚し、自らもカトリックに改宗したため、エリーザベトは大いに落胆した。息子はブイヨンを リエージュ市協領に売却した上、スラン広告をフランス王国領の一部に戻してしまった。ありがとうございます。